うちで息子に何を勉強させればいいですか宿題をちゃんとやらせてください。漢字の復習もさせてください。それに、毎日遅刻しますから、家を早く出るようにさせてください。今年のお正月は久しぶりに家へ帰って、母を驚かせたいと思います。そうですか。 今晩、寮の学生たちがいつもより静かですが、どうしたんでしょう多分、レポートの準備で忙しいんです。先生が明日、皆にレポートを書かせます。子供の骨が強くなるようにするには、何を食べさせたらいいですかミルクをたくさん飲ませてください。中島さん、息子さんをロンドンへ留学させましたか はい。かわいい子には旅をさせろと言われていますからね。さっき娘が変な洋服を着てきて私を困らせました。いろいろ大変ですね。文部省の世論調査です。早速ですが、ちょっと質問させてくださいませんかはい。 まず、中村さんよりご挨拶していただきます。同僚の皆さん、簡単なご挨拶をさせていただきます。韓国旅行の時、どこに泊まりましたか大学の寮に泊まらせてもらいました。明日の試合はどこ学校の競技場を使わせてもらうんだ。